紙があります。これ広げて見せますが、中何もあります。まあ、こういう六角形の形をした紙なんですけど、これをこう三つ折りにしますので、あとはおまじないをかけてやりますと、中からですね、綺麗な花がですね、一つ二つと現れますね。でもちろんこれ中を温めますが、中には何も入っておりません。完全に空がこれを、でまたこのように畳んで、おまじないをかけてやります。なぜかですね、この花がですね、こう現れたりとか、まあ、完全に空っぽだという状態で何もないですよということで、このまま見ると、こういう花が出てくるということになりますね。で最終的にですね、おまじないかけてやりますと、今度はこういうものが出てきました。でこれをパッとやると分裂して増えると、こういう形になります。